今だ、鳴門。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは、俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない。そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。一瞬の先のお前が神の前に立つなよ。間違いだ。俺は確かにお前の言う通り失敗を繰り返して、おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。だがどんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることができた。それはお前なんかが気づかない、たった小さな光だ。よかった。死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく見えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今ならそれを支えてくれる奴がいる。ナルト、お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。サスケ、お前を闇に落とした責任は俺にもある。それなら、お前にもう一度選択を与えたい。俺たち二人はここで終わるべきではない。水流弾の術。抜け出したか。
サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オビト、お前。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず火影になれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ。そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは、はあ、そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと？どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、
最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて。わらわのものだ。ん？その力は、わらわのもの。母さん。わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい。やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。